ブンブン、ハローユーチュー、どうもマサルです。今こちらに用意しているのが先日開封した東芝のダイナブック V82F という 2E1 のノート PC となります。こちらは CPU がインテルの Core i7 8550U を搭載した2018年の春モデルとなります。ですので今から約1年前に発売されたモデルとなります。今回はこのダイナブック V82F を使って5分間の動画の書き出しを行った場合、どれぐらいの時間で書き出すことができるかご紹介したいと思います。では実際に書き出しを行います。なお今回動画を書き出す条件としては、 MPEG-4 の 1920×1080 ドットのフル HD 30p でビットレートは 16Mbps を設定しています。このチャンネルでよくスマホの動画の書き出しを検証するときは 8Mbps を設定していますので、それよりも厳しい条件となります。では実際に動画の書き出しを行います。終了しました。書き出しにかかった時間は1分16秒93となります。この薄型のノート PC としては早い方かと思います。ちなみに、この Core i7-8550U を搭載した PC のベンチマークの結果としては、ドラゴンクエスト10の 1920×1080 のスコアが4500、1280×720 ですと7500となります。またシネベンチの CPU マルチコアのベンチマーク結果は 530CB となっています。ちなみにこちらのノート PC は 12.5 インチのサイズなんですが、このクラスのサイズのノート PC の中では、おそらく性能は現時点で購入できるこのサイズのノート PC の中ではトップクラスのスコアかと思います。動画編集をタブレットやスマホなどでされる方も多いかと思いますが、ノート PC で動画編集をする場合、こちらの編集画面を見ていただくとわかるかと思いますが、音声の波形を見ながら編集することができます。ですのでスマホ用の編集アプリを使って編集するよりはかなり効率的に編集することができます。書き出しの時間も5分の動画を書き出すのに1分ちょっとですので、十分許容範囲かと思います。またこの東芝の PC の場合、延長保証として3年から5年の保証に加入することもできます。スペックはかなり高いモデルですので、数年使っても十分使えるスペックですので、そういった延長保証と組み合わせて使うことによって長く使えるというメリットはあります。ちなみにこちらのモデルは保証内容を含めた購入価格は約20万円となりました。ということで今回はダイナブック V82F を使って5分間の動画の書き出しを行った場合、どれぐらいの時間かかるか検証した結果をご紹介しました。なお、この動画の概要欄の方に、今回ご紹介したこちらの東芝の 2E1 PC、ダイナブック V82 の販売ページのリンクを貼っておきます。詳細なスペックのほか、実際に購入した方の口コミも見ることができますので、興味のある方はそちらからチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。